はい、こんにちは、まえチャンネルまえはやです。はい、今日はこちらですね。うん、サイモンのダースベーダーです。サイモンってな、あの音ゲームみたいなのあるでしょ、音記憶ゲームみたいな、うん、あれのダースベーダーバージョンがこのアメリカのトレーダースで売ってたので買ってきました。はい、じゃあ早速開けていこうか。うん、はい、こんな感じですね。うん、いい具合のテカリ感ですね。はい、I am your father。 はい、じゃあやり方をエイシンくん説明お願いします。まず持ち方がこれ。うん、そうだね。で、この鼻のボタンがスイッチ。はい、で、音楽が流れて緑のボタンが光ります。はい、緑のボタンね。で、これを押すとゲームスタート。で、こうやって押す。今のが光ったね。うん、今全体が光ったのが10ポイントなんだって。おう。で、その後にここがピッピッて光った。うん、こっちが光ったかな。うん、緑が1ポイント。だから今12ポイントだったのかな。ああ。うん。そうだね。じゃあ今度パパやってみようか。はい。パパ記憶に全く自信がないけど。やってみる、ね。すごい難しいよ、これ。緊張するな。あ、間違えた。間違えた。スタート間違えた。六。六？五？五だったかな？六ポイント。最初のスタート間違えちゃったよ。こんな感じのゲームだね、うん、記憶ゲーム。すごいいい訓練になっていいじゃん。うん、パパなんてすごい忘れっぽいから。はい、じゃあこっから対決やっていきましょうか。はい、エイシン君とパパどっちがより長く記憶しているか対決ですね。うん、で、罰ゲームありでやっていきたいなと思います。罰ゲームは後でルーレットで決めたいなと思います。うん、じゃあエイシン君、パパからやろうかな。うん、パパからやる、はい、パパからやる。頑張ってください。ちょっと苦手だから、いくよ。最初にエイシン君にプレッシャーを与える。うん、いきます。邪魔はなしだよ。うん、なんだっけ。あー、間違えちゃった。ここだったの。あ、10点。初めてパパ10点言えた。10。じゃあ次、しんくん頑張って。はい、じゃあもうなしだよ。なし、なし、なんだよ。はい、そんなわけでエイシン君の罰ゲーム決定でございます。はい、で、今回は罰ゲームあんまりないんだけど、顔に落書きをするってや
ね、うん、寿司の子を舐めるっていうのと、うん、あとメガナーフでお尻を狙うっていう3つあります。最後が一番ひどい。これをルーレットでやりますね。ルーレットはアプリであるので、これにしようか。こういうのでやりたいなと思います。じゃあ、エイシン君がルーレットやってください。うん、負けたからね。うん、いきます。えい。なきゃいけない、なきゃいけない。2は、寿司の子を舐めるだ。あ、はい、ということで、日本から持ってきました。寿司の子でございます。エイシン君、寿司好きだからってママが持ってきてくれたね。寿司の子入ってますんで、これでちょっとだけ突っ込んで、それ舐めてください。え、粉なんだ、これ。粉だよ、粉だよ。はい、じゃあその寿司の子舐めてください。酸っぱい。はい、ということで今回はサイモンのダースベイダーバージョンでした。はい、ということで今日の動画が面白かったのとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。